まあ、俗に言うホタメータチックなバラ系なんですけど、この3点ですね。 BB フラッシュとスゴフとマッハで、マッハ主体ですほぼほぼで、僕が今日やったのはとりあえずマッハが、300ですね。この 100cc のカップで300、3杯とスゴフが100と、それから、BB フラッシュですね。これが100です。だいたいほぼほぼ、まあ、すり切りぐらいで、で、軽くかき回して、で水がですね 100ぐらいですね。 100cc。 まあこんな感じですね。で、なんで 100cc のカップで作ったかっていうと、まあ 200cc のカップでもいいと思うんですよ。ですけどこれ紫外線が強くて、気温も高いんで、どん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 粘りが出てきて餌が持つようになってしまうんですよね。ですんで僕は、まあ、めんどくさいんですけど、これぐらいの量をだいたい1時間ぐらいで、もしくは1時間ちょっとぐらいで打ち切るような感じで打ってました。はい。で、たくさんの量を使ってしまうと残りが結構ケージ変化して、また手水打ってこう戻したりとかするとまた違うものになってしまいますんで、僕はこれでこまめにちょこちょこ作るようにしてやりました。で、バラ毛の大きさなんですけど、だいたいこれぐらい。まあ、100cc のカップでサイズがわかるかな。こんなもんですね。結構大きめです。これで太いパイプでだいたい最低でも2メモリ半とか3メモリしっかり入れるような感じでやってました。で、馴染みが浅いと触りも少ないですし、強い当たりが出てもまあカラツンというような現象でした。でこれをしっかり馴染ませるようにしてつけてやってました。はい。今回の食わせは簡単2と簡単ですね。これを1分法ずつこの中混ぜて、それでよく混ぜないと混ざんないんで、エアーを入れるようにして、こう結構長い間こうよく混ぜてくださいね。そうしたものを使ってました。1対1です。で、水が 15cc で、これの粉ですね、粉がだいたい 10cc ぐらいです。それで、まあ、こうシェイクしてもらって、でよく練ってくださいね。練ったものじゃないと餌持ちが良くないんで、練れば練るほど餌持ち良くなるんで、それでまあだいたい大きさ的には結構でかいです。こんなもんです。どれぐらいっていうんですかね、小豆より大きいぐらいですね。まあこれぐらいです。ハード2より大きい、ハード3より小さいぐらい、まあそんな感じの大きさでやってました。はい。これね、これ単品でもいいんですよ。これ単品でもいいんですけど、なんかちょっと重いような気がして、でこれ単品ですとちょっとボソッケが強くて、で混ぜるとすごい餌持ちが良くなるんですよね。で練ると硬さが結構自由にできるんで、それで重さ的にはそうですね、7缶ぐらいですかね。
タナギカンタみんな使ってるようなあれぐらいだと思います。そんなには重たくはならないです。はい。でもちもっと重たいのが良ければ別にあの当たりとかああいうのがありますから、まあ即席で作るにはこんな感じでいいかなと思いますね。あとはまあ今日僕がやったみたいな感じで、まあ、目にこう針を大きさをこう上げていけば針のウェイトで持つかなというような感じですね。めんどくさがりって言ったらめんどくさがりなんですけど、まあ、そんな感じでやってます。はい。